こんにちは九月定例県議会は先月5日から29日まで開かれ県政のさまざまな課題について活発な議論が交わされました今日は「九月定例会を終わって」をテーマに4人の県議会議員の皆さんにお話を伺います。それでは順にご紹介してままいります自由民主党の小田圭一さん どうぞよろしくお願いいたします自由民主党の九徳大輔さんよろしくお願いいたします民主県民クラブの中川雅子さんよろしくお願いいたします公明党の笹井重友さんよろしくお願いいたします 皆様よろしくお願いいたします今議会では22億9800万円の一般会計補正予算案など13議案が議決されました茨城知事は子育てと仕事の両立に向けた職場環境の整備などの施策を検討し効果的な少子化対策の推進につなげる考えを明らかにしたものの 人口減少に歯止めがかからない厳しい実態に直面しています人口減少危機を迎えどのようにして地方を創生するかが重要な課題だと思います中川さんはどのようにお考えですかはい 民主県民クラブのこのたび代表質問では地方創生や人口減少問題の抜本的な見直しについて議論させていただきました社会が成熟すると人口は減少すると言われており正直に申しまして人口減少に歯止めをかけるのは少し困難ではないのかなというふうに思っています人口維持が目的になっていて人口が減少した社会への適応という視点での議論がこれから あ、あしていかなければならないのではないかと。あの人口減少をしたとしても、豊かで快適な社会を築いていくにはまあど,どのようにしたらいいのかという。まあ視点です。で、人口がピークになった時のま、今までのシステムをこれからも維持したまま、社会を継続するっていうことにはあ無理が生じていて、これからはまあ ai など技術革新もありますから、そういったものを最大限に活かして。 社会インフラの整備をし直したりえ、また個人の所得をですね。あのいかに増やしていけるかというようなまあ方策を編み出していくことが国力の維持も図られるのではないかと思っています。まあ人材など資源の投入の仕方、また税金の配分の仕方もまあ考えた上で、地方を創生するために東京一極集中を問い直してまあ今ある。様まなこの岡山県の施策や資源を起用して。 我が町で生まれた文化やあまあ風土、まあ、その上で農林水産業や工業産業また福祉や教育をしっかりと創出し直していくことが大切だと思っています人口減少が著しいのは特に中山間地域だと思いますえ中山間地域である高橋市選出の旧徳さんはどのようにお考えですか、はい、あの私9月定例会でえ自由民主党岡山県議団 34名を代表しまししままてて質問させていたただきましたどの質問項目も県政にとって重要な課題なんですけれども特に思い入れの強い質問が中山間地域の振興についてでありました岡山県は27市町村あるんですけれどもそのうち22市町村が中山間地域で県土の面積の約76%を占めているとされています で中山間地域では,です、ね、やはり人口減少少子高齢化が著しく進行しておりまして、まあ、その影響で地域の活力が低下しコミュニティ活動の維持が難しいそれから地域に伝わる、まあ、伝統文化とか行事が継承継続しにくくなっているというようなさまざ、あ、まな課題もあるわけなんです。 で岡山県ではですねこれまで中山間地域と振興特別事業などを通じまして、まあ、ハードソフト両面から、まあ、総合的な中山間地域対策を行ってきたんですけれども今後やっぱり中山間地域はさらに厳しくなることが見込まれておりますのでこれまで以上により踏み込んだ中山間地域対策を市町村などと連携してしっかり行うことで持続可能な中山間地域づくりというものをですね 目指して取り組んでいかなきゃいけないなその思いを強く今しているところでございます。えそして物価の高騰により県民の家計負担増が続いています。佐々井さんのお考えお聞かせください。はい。あの新型コロナウイルス感染症のま五類移行後岡山県のま持続的な発展のためには県民であるとか事業者をま圧迫今までしていた その物価高騰に対してしっかりと適時適切な対応をしていくっていうことが必要なんだろうというふうに思います岡山県では独自の対策として例えば6月議会では LP ガスの使用するご家庭の負担軽減策でありますとか中小企業等のエネルギー効率化やまたあの新事業展開等の支援畜産農家への飼料購入への 支援などを決定し、取り組みを進めてえ参っております。また、あのガソリンとかですね。本当に今あの皆さんあの困っていらっしゃるんですけども、国において新たなまあ、対策が取られ、現在一時期と比べて若干あの価格が引き下げられています。まあ、電気代都市ガス代。代 あの支援はあの国が新たな対策を行う方向に、えー、なっております、えー、また岡山県が独自の支援を行っていくためには国による財源の確保も大変重要でございますので地方創生臨時交付金等の財源の確保もしっかりと国に求めてまいりたいというふうに思っています、えー、9月議会でも物価高騰対策への質問が多くございました食料品等の高騰も含めしっかりと の県民、事業者の皆様への生活を守っていくために取り組みをしていきたいそのように考えております安心な地域を創造するためには保健医療の課題も重要だと思います。小田さんお願いします、はい、岡山県ではあ来年度からの6年間にわたる第9次県保健医療計画を本年度策定いたします。その中で 精神障害のある方に対する県独自の医療費助成の導入に向けて検討していく考えを自民党代表質問に対する答弁の中で知事が明らかにいたしました。現在は、県心身障害者医療費公費負担制度で、身体・知的障害のある方のみ、その障害の治療を含む保険診療の自己負担額を3割から原則1割に提言されております。 しかし精神障害のある方は国の制度でその障害治療の通院医療費が原則1割負担となっているのみでありますその他の疾病の医療費は3割負担のままですこれに対し身体・知的・精神の3障害を同一の扱いにしてほしいという要望が早くから県に寄せられておりました県議会もこの県に対する精神障害者団体からの 陳情を審議しておりりましたが反対する意見もありなかなか採択でできませんでしたししかしやっと2年前に前回一致で採択することができましたすでに県内の一部市町村では早くから三障害同一の医療費助成を行っております今回の知事の答弁を精神障害のある方々も大変喜んでおられますさらに助成内容の今後の取り組みについて尋ねた一般質問に対して知事は できるだけ速やかに検討を進めたいと答えておられます精神障害のある方に対する県独自の医療費助成が一日も早く実現されることを強く期待しております安全・安心な岡山を実現するためには犯罪や事故への対応も重要だと思います中川さんいかがですかはい、あの 百頭版映像通報システムというのが本年の4月から本運用されていますで、えー、昨年の10月以降通報受理件数が施行運用期間中で22件で本運用開始後は7月末までで99件挙げられましたあの交通関係から迷子行方不明といった、まあ、手配関係などの情報提供がなされたようです であの通報者の携帯電話端末が本システムに対応していないっていうこともありましたし操作方法のトラブルなどもまだまだありまして、まあ、県民の皆様に使い方をしっかり覚えていただいていざという時にこのシステムを利用していただきたいということで。 まあ、県警も広報しっかり頑張っているんですけれどもぜひまあ迅速な警察の対応がまあ大きなあのトラブル被害を防ぐことにつながりますのでぜひ県民の皆様にも県警のホームページなどを見ていただいて一緒にこの仕組みを県民の皆様が一緒に広げていただけるとありがたいです。で世間で騒がれております闇バイトですけれども個人情報を初動で伝えてしまうということが 問題となってていましてこの個人情報を伝えたということでもしこの犯罪に手を染めなかったら逆に自分が痛い目に遭わされるんじゃないのかと、まあ、そういった恐怖心を煽るということで、えー、犯罪にどんどんん担をさせていくっていくう仕組みがまあ1つの特徴であります、まあ、生活に困っているからっていうまあ側面と遊ぶお金が欲しいもっとリッチな生活がしたい。 というまあ自己の欲求を満たしていくというまあこういった側面があるんですけれど、もまあもしかしたらこれは大丈夫なのかっていうま、こういった判断を鈍らせてしまうのは、やはりこういったあの生活に困ったとか、何かその小さな欲求がですね。鈍らせてしまって、また近くに相談する相手がいないとかまあそういったことがあるようです。犯行自体が分業制になっているので、罪悪感をあの持ちにくいような。 あまあ、それから全体がこうすいったことをどうしていこうっていう議論がたくさんあるんですけれども根本にはまあ暮らしに余裕がない、まあ、きちんと働けば幸せになっていくんだっていう、まあ、そういった社会を感じにくいということに原因があるのではないかと思っておりまして、まあ、こういった空気感を生み出している。 ものを根本的に解除していくお金が暮らしのまあ、原始なんですからセーフティーネットの強化だけでなくて豊かさを感じられる暮らしのあり方や労働条件をしっかりと良くしていけるような取り組みを岡山県でしっかり作っていくことが大切ではないかなと思っていますえそして平成30年7月豪雨災害から5年が経ちました今後の防災対策も重要だと思います小田さんいかがでしょうかはい 平成30年7月豪雨災害の復旧は小田川本流の高橋川への付け替え工事も完成が間近となってまいりました。しかし、その後も次々と災害がやってまいりました。本年5月の大雨では、真備地区の川辺橋の橋脚が傾き、通行止めとなりましたが、仮橋が設置され、9月1日から通行が再開されております。 川辺橋の本格復帰をどのようにするかを早期に決定していかなければなりません。また8月には水島コンビナートで落雷により火災が発生いたしました。さらに8月の台風7号では津山市、鏡野町など県北を中心に被害が発生、道路、河川など公共土木施設の被害額は概算23億3000万円、農林水産被害12億5000万円、 奥津温泉の旅館など、中小企業の被害が6000万円となり、西日本豪雨以来最大でございます。こうした災害に備えるため、自主防災リーダーの育成や、内水ハザードマップの作成・公表が急がれております。特に下水道事業で、雨水対策を実施している二重市町については、 2021年の水防法改正で最大規模の降雨に対応した浸水想定区域図の作成が義務化されております。これに対応した内水ハザードマップを作成・公表しているのはまだ1市のみですので他の市町に対しても県として早期の作成・公表を働きかけてまいりたいと思っております。また災害情報の発信についてもアプリの活用などが急がれております。 そして最も大きな課題は指定避難所での電源確保であります国の調査では岡山県がワースト1位となっております電気自動車からの給電などこれも市町村と急いで検討すべき課題となっておると思っております県土保全や食料の安定供給など さまざまな機能を有している農業を守り発展させることが岡山県でも重要だと思います。斉藤さんはどのようにお考えですか。はい、えー。岡山県はですね、農業産出額が中四国第一位となっていますので、えー、中四国一の農業県というふうに言われているんですけれども、しかし一方で、えー、担い手の高齢化でありますとか、後継者の不足、耕作放棄地の増加。 といったさまざまな課題もあるわけなんですで実際にですね10年前と比べますと総農家数は31%減少していますそれから農業形態の数が36%減少し耕地面積もずっと減少し続けているんですねそしてまたあの県の農業産出額の約5割を占める畜産業も飼料・高等等のですね えー、影響を受けけてて大変今厳しいい状況にも立たされておるわけでございます農業はですねやはり産業の中でもお中心をなしている大きな柱の一つですのでやっぱり農業農村農地をしっかり守っていくんだとそういう強い信念を持ってそしてきめ細やかな充実した施策事業を行うとそのことで農業を持続可能なものに発展させていくそして 農業に携わる方の経営をですね安定をさせていくそのことが非常に大切なんじゃないかなと私は考えております、はい、岡山県産の果物が最高級品として全国海外に知られるようになっています笹井さんいかがですかはいあの古くから桃手あるとか葡萄栽培が盛んな岡山県果物王国岡山として 全国そしてて海外に知られておりますその栽培が始まったとされるのが1875年、明治8年桃が、桃の天津、上海の2つの品種が岡山県に導入されました。みかん、露地ぶどうも同じ年に導入され、欧州ぶどう、ヨーロッパのぶどうは明治17年、そして19年にはガラス温室が建てられたというふうに載っております。ちょうどあと2年で 150年を迎える岡山県果物は、まあ、最高級品として市場や高級果物店の評価もあの高くて本当にあの国内外の取引もまあ増えているんですけれども一方でそういうことはですねやはりこの150年間の先人たちの絶え間ぬご苦労や努力の賜物であり岡山県の気候や 人々の好みにマッチしたさまざまな品種でありますとか、栽培技術の開発、そして産地の拡大になるによって築き上げられたものでございます。こうした歴史をしっかりと後世にとどめていくことが、岡山県の果樹栽培、振興にとって大切なことだと思っています。あの今議会では温暖化に伴う例えばブドウの色落ち の問問題等々質問ございましたけれどもあのなかなかサイバーベースが増えない、まあ、そういう中でありますけれども岡山県のこうした果樹栽培を今後将来にあの成長させていくために私たちも全力で努力をしていきたいそしてポストコロナ期になり観光業が回復傾向にある中 訪日外国人旅行客の増加が期待されます小田さんお願いしますはい岡山桃太郎空港の海外便も徐々に運航再開しておりますまず3月に台北便が8月には上海便が再開し利用率も高いようですさらに10月29日からソウル便が再開をいたします残る香港便についても早期再開へ向け航空会社と調整中でございます 同時に多言語サイトへ SNS での情報発信旅行博への出展など直接外国人へ向けた誘客活動も大切です特に外国人が好む体験型コンテンツの開発や民泊などの充実も求められております美善焼きの作陶や果物の収穫体験など外国人好みのメニューの開発が今後のインバウンドの鍵になるのではないかと考えていますまた経済波及効果の大きい コンベンション誘致も課題です2019年度に480件あった県内のコンベンションが2020年度には89件に激減しております県では高楽園や岡山城地域の景勝地などを会場とする特別館を演出できる会場プランを提案しコンベンション誘致を強化する方針もこの度打ち出しておるわけでありますはい。え、そして 原材料価格の高騰や海外経済の減速の影響により多くの中小企業では厳しい経営環境が続き回復の遅れが懸念されています旧徳さんはどのようにお考えですかはい。私あのこの春の県議選で帰り咲きの当選をさせていただいたんですけれども前回落選している間は従業員50人ほどのまあ金属加工を行う町工場で 後院として働いておりました、えー、非正規雇用で働かれている方とか、えー、障害者雇用の方それから外国人技能実習生の方などと一緒に汗を流して働いておりましたですから中小企業が直面する課題そしてそこに勤める方々のご苦労も肌身をもって経験をすることができましたこうした皆さんの声を県政に届けていきたい 私こう思っておりますで岡山県はですね、えー、事事業業所の99.8%が中小零細者で,ありますですから、この中小零細事業者こそが県内経済の根幹をなしておりまして、その皆さんの発展と安定なくして、県経済の発展と県民生活の豊かさは実現できない、えー、こういうふうに私、思っています。 今ですね、社会の要請として、デジタル化でありますとか、脱炭素化という課題もございますけれども、こうした課題にも対応できるように支援をしていくとと,ともに、今、人手不足ということが言われておりますので、人材を確保、育成をするための支援、こういったことを行いながら、企業が活動しやすい環境づくり、 そして賃上げができる環境づくりを整えていくっていうのは政治の役割ではないかなというふうに思っておりますこのことを一生懸命取り組んでまいりたいと思います最後に九月定例会で教育現場に関して議論された課題について伺います特別支援学校では 児童生徒が作業学習を通じて働く意欲を培い自立に必要な事柄を総合的に学習しています中川さんはどのようにお考えですかはい あの特別支援教育では一人一人の人格と個性を尊重することをベースに生徒の持つ能力や可能性を伸ばし適切な職業教育を行って社会的職業的に自立できるようになるために作業学習といいうものが設けられていますで、えー、この作業学習の中で農耕学習というのがあるのですが、えー、その補助でのトイレの整備についてさまざまな 状況を抱えているま生徒さんがいらっしゃるのでその整備状況や衛生面についてお伺いしましたあのトイレを見れば会社がわかるという言葉もあるようにその施設の考えや姿勢が出てきやすいまこのトイレという考え方ま特に補助という気づきにくい場所に あるので特にまあ細やかな気配りが必要ですまあ、そういった特に支援学校に対してやはり私たちこうバイアスがかかっている部分もありますのでしっかりと細やかな姿勢がいるだろうということで改めて伺った次第ですで、まあこの特別支援にもこれからはあのグローバルな視点が必要だと思っていますインクルーシブという考え方も海外と日本では多少違っているようですしまた総合文化祭とかいろいろありますけれどもこの 県内の中で特別支援学校がもっともっと外に出ていろんな方と交流ができたり自分たちの持っている技能をですねお互いに交流できるようなまあそういった機会の創出ができればいいなというふうにそしてこの夏は記録的な猛暑による熱中症の疑いで児童・生徒が死亡するという痛ましい事故が他県で発生しています。笹井ささんのお考えをお聞かせください、はい まあ今年は本当に記録的な猛暑でした消防庁の報告によりますと今年5月1日から9月17日の間に岡山県内で熱中症によって教育機関から救急搬送された方が82人いらっしゃいます児童生徒が安全に学校での生活を送るために熱中症警戒時の活動中止の判断であるとか 児童・生徒の健康観察など、学校での熱中症対策、一層厳重にしていく必要があるというふうに思ってます当然あの、岡山県市町村を通じて、各学校長あとに文書を出してです、ね、そういうあの徹底をさせていただいているんですけれども、8月にはあの県立学校での取り組みを調査をしております。 その調査結果によりますと、帽子の着用や困るな水分補給など、基本的な対策のほか、保冷剤や氷の活用、ミスト、扇風機の設置など、各学校において、ですね実情に応じた対策がまあ取られているという状況でございます。で運動動部部活活以外ののも含めてあの登校時 でありますとか、そういうことも含めてですね。まあ、今回の調査結果を参考にしていただいて、熱中症対策にこれからも。全力を、あの、キス、そういう必要があるというふうに考えています。はい、え、ここまで皆様にさまざまなお話を伺いました。では、最後に、今後の抱負を皆さんに伺います。笹井さんからお願いします。はい。 今年は台風でありますとか線状降水帯で県北を中心に大変な被害が発生しました岡山県が安全・安心そういう県になるようにこれからもしっかりと県政で頑張ってまいりますよろしくお願いしますでは中川さんお願いしますはい、貴重な資源である水やまた女性が抱えている困難な問題にもしっかり取り組んでまいりたいと思いますありがとうございました 続いて九徳さんお願いしますはい、えー、私の地元高橋市発祥であります備中カグラのユネスコ無形文化遺産登録に向けて、えー、関係のカグラ団体の皆様等としっかり連携して頑張ってまいろうと思いますよろしくお願いします最後に小田さんお願いしますはい、次々と今イベントが再開されております来月には岡山マラソンがファンランも含めて開催 来年5月には全国植樹祭が岡山で開かれます多くの人々に岡山に来ていただきコロナ前の賑わいを早く取り戻せるようしっかり頑張ってまいりますよろしくお願いします今回は9月定例県議会で議論された県政の様々な課題について岡山県議会議員の皆さんにお話を伺いしましたありがとうございましたありがとうございました